日本埼玉県埼玉市桜区道場道場は、埼玉県埼玉市桜区の町名及び大字。現行行政地名は、道場1丁目から5丁目及び、大字道場。頂点は住居表示実施済み。郵便番号は338-0835。本校では当地に、かつて存在した夢についても触れる。埼玉県埼玉市桜区西部の中赤平野に、位置する。 西部には桜区役所を含むプラザウエストや記念総合体育館が立地する。東部は新六県道路を中心として住宅街が広がっている。2008年に2丁目の東日本鉄鋼埼玉工場跡地に812世帯が暮らす大規模マンション桜ディアが建設され人口が増加した。東地区は鉄道駅から遠く交通の便が悪いが 桜ディアでは、解決策として、武蔵浦和駅までの直行バスを運行している。しかし、幹線道路である、新六県道路は新大宮ワイパスから国道463号の羽倉橋方面へ抜ける車で、慢性的に渋滞が発生している。周辺の学校の通学路となっているが、歩道が狭い箇所や整備されていない場所も多く、死亡事故も発生している。 現在都市計画道路広北大谷城線と町屋元太線の建設が道場3丁目と町屋指定目で行われており、数年以内には歩道の整備された道路が完成し、渋滞緩和と安全確保が実現する予定となっている。荒川邸外地周辺に大和道場の残部と入海地由来の小さな飛び地がある。大半が秋ヶ瀬公園の敷地である。 住宅地の地下は、2015年1月1日の工事地下によれば、道場2丁目18の33の地点で13万円、平方メートルとなっている。元は、江戸期より存在した足立軍与の寮に属する道場村で、古くは1591年6月頃より見出せる道場村で上峰郷水畑荘に属していたと言われている。研究年間に畑山だが、 途中から掘り出した観音像を安置する道場を建てたことが地名の起源と言われている。村高は田園坊では158国余り、玄禄豪町では158国余り、天保豪町では170国余り。活性期の世帯数は70件で、村の規模は東西3町南北4町であった。荒川には江戸への物資の輸送の拠点となる道場菓子が開設されていた。 2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は付設されていない。最寄り駅は埼京線南与野駅だが、道場2丁目18の33の地点よりおよそ 2.9km 離れている。JR 浦和駅まではバスで20分程度。平野幻想新書。 ありがとうございます。